マカゴザップー西尾です。ドドンパ始まりやっちゃったみたいな。ナダルです。クソ天津飯。さあ、皆さんよろしくチャンネル。はい、芸人ハラスメント事情。ハラスメントが最近話題になってます。まあ確かにね、うん、一応まあセクハラとパワハラのコメディやってはいるんで。それがやねん。徳永君自身もなんかこれハラスメントやなと思ったことがあったりするの？夢ハラとかですか？夢ハラ。夢ハラ。何夢ハラって？あなたの夢は何ですかみたいな。ああ、そう聞かれるの嫌やない。Z 世代やんな、夢ハラっていうのは。あ、でも徳永君 Z 世代やから。どこがやねん。めちゃめちゃおっさんやんけ。俺らより年上やねんから。めちゃめちゃおっさんやんけって、うん、今のももしかしたらパワハラかもしれないけど。確かにね。エジハラかもな。エジハラ、うん、何エジハラ。エジハラスメント。あー、年のね、うん、ほら、納得してるやんか。エジハラ、エジハラってあんの、ほんまに。言っといたからな。あ、まあ、そうですね、言ったもん勝ちですよね。まさかのこっちが。そんなんあるんですね。他に何があるんやっけ、あと。まあ今もう、テクノロジーハラスメント。グーグル。それテクハラ。どういうこと？オールハラスメント、アルハラとか。え、テクハラって何だ？テクテク早く歩いてってみたいな。ああ。IT に関する知識が乏しく、うん、ネットワークなどの取り扱いが増えてな労働者に対して行われる嫌がらせ。はい。うん、自分がやってないだけじゃないの？勉強して。最初にさ、テクノロジーハラスメント、テクハラっていうのやめてくれへん。俺ら会ってる時に面白みなくなるやん。おテクテク歩くハラスメントとか言って俺聞いてたのにめっちゃ恥ずかしかったわ。テクノロジーハラスメント最初聞いてたのに。今のもだから良くないんちゃう？今のは？今の何？今のはあの、爪腹ですね。爪腹？え、なんで？爪腹なんで？爪腹だからね。爪腹。もう腹つけたらええよ。爪腹。あの腹。だから飲め飲めっていうやつか。そうですね。あと長腹っていうのもあるし。長腹。正規さん。違うわ。おい、よくないやろ。この流れ。あの長い長話、はい。上司が部下に、あ、この前なんとかね、長話を聞かされるのが長腹らしい。ということで、芸人の中でもいろいろ、いろんなハラスメントあるんじゃないかという。まあ、パッと思いつくので言うと、うん、おたはらね。おたはら？うん。おたけさんが、何？ごめんなさいって言うてた。ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと新宿駅じゃないかな。ごめんなさい。人混みで。ほんまね、あんま言いたいですけど、めっちゃ調子悪い、体調。めっちゃ頭痛いね。マジマジ、フラフラしてる。このホワイトボードの足元に止まって、ごめんなさい。なんなん？おたけさんのあの絡みよ。はい、何が？どうしたの？なんでなんで？なんでなんで？え、いや、僕だから今日ちょっと疲れてたんで、あのさっき、ちょっと休憩してラーメン食いに出す。なんで、うん、なんで言ったの？いや、ラーメン食いたかった。なんで、もう完結してんの。あれ何やの？あれおたはら、もとはらとかにする？ずっと言ってきてるやつ。ずっと聞きはらとかにしようか。聞きはら。ずっと聞いてる。おた、聞きはらにするか。聞きはら。おたはらっておたけさんすぎるから、うん、リスはらとかの絵か、英語っぽいから。リスはら、うん、リスニング。ああ、リスハラにする？リスハラしようぜ。リスハラ。これ、いじじさんも受け付けるんですよ。おたけさん、うん、いっぱいやから。ねえ、おじいちゃん、ねえ、おじいちゃん。ずっと、おじいちゃん、ねえって言われてる、あれ。あれの時どう思ってるの？1ミリも思わないから。別に、ええねんけど、なんか、どうしたおじいちゃん、なりかえねえとか。ねえ、おじいちゃん、おじいちゃん。ねえ、おじいちゃん、おじいちゃん、どうしたの？おじいちゃん。いや、いじさんも、お前。おじいちゃんって。なんやろな、あれ。ちなみに、リスハラすでにあります。おいえ、やった！え、あんねん。あんので、え、聞くってこと？リストラハラスメント。あ、リストラか。別のあれで、はい、女がかぶっても質ハラ、質ハラにする？しつこい。質ハ、しつこい。アブハラは？アブハラって何？え、しつこい、頑固汚れの油。聞きハラにするか。聞きハラでいこうか。聞きハラ。おたけさん、えびすさん。これは良くないですよ、聞きハラは。気ぃつけてください、ほんまに。こんなもんか。うん、盛り上がらん。盛り上がらん企画やった。ホワイトボードの無駄遣い。この枠内で収まる？この、ここの先方を引いて。あれ、それは奈良さんにも言えることあるで。何？つかはら。つかはら。うん、あの、疲れてます。うわぁ、疲れてますって言われたらもう、どうしたらいいかわからない。どうしたらいいかわからない。疲れてんねん、俺という。つかはら。俺、それで言ったら俺もあるけどな。え、ある？なんか今のもそうやってんけど、うん、何やねん、今の。心、足引かれて。
膝パンかな。いやもうなんで終わりやん。膝パン腹これめっちゃ嫌だよ。いや膝パン腹何が分かんの。膝パン腹、膝パン腹やな、膝パン腹語呂悪。あとジャンプ系のおた、あ、太田さん、太田さんとか結構食らってんじゃないの。あ、うん、太田さん、もう今でこそ、うん、ちょっともうやらさへんけど、うん、もう昔は、うん、なんかまだセックしてんだろお前。まあそこもめっちゃセクハラ。結構大丈夫な、ま、ラインが。まあそう、まあもちろんノリですよ。もうセックしたのか、うん、な、最近セックしたのかつって、チンチン出せ、チンチン出せつって、うん、もういいっすって出せって言われてチンチン出されて、で、おと、あの太田さんが俺のチンチン使って匂うねん、うん、で、わっかなあ、ごめん、膝パン腫れてもらった。俺膝パンやん、お前。膝パンすんな、ほんまもう。ちょ、待って、俺疲れてんねん、お前。あ、疲れやん。謎っていくのがええの。次、聞き晴らせな、お前。いわゆるノリですよ。はい、ノリで、なんでわからんねんっていう。こっち、股間まで出して、なんでわからん。します。出さされて、チンチン掴まれて。俺一番嫌なんが、あの、太田さん、そのまま手洗わへんねん。俺のチンチン触って。違う、洗ってほしいの。やばいやばい、太田さんが、まあ、コロナ前やな、だからそう、もうほんで普通に言わんけどセクハラやから。確かに普通の、うん、出せとか。何チンチン掴んで匂い払う。じゃあもうええって。なんでそんな文章全部入れたの。なんかギュッてせえよ。チンチン掴んで匂い払う。匂い払う。めっちゃ気持ち悪い。何その文章。チンチン掴んで匂い払う。何そのリズム。これはもうだってもう丸、一応丸で書かないけどな。チーマルチーマルで、チーマルチーマル掴んで、掴んで匂い払う。何を言ってんの。チンチン掴んで匂い払う。あ、そっちなんや。あとなんやろな。なんかさ、お前されてるか知らんけどさ、うん、それとかに言ったらトレンディの高橋さんがさ、俺は高橋さんはボディータッチとかじゃなくてずっと俺の名前呼ぶっていう。西くんって AV だよか、西くん西くん西くん、いや AV だよ違うねみたいなのがある。でもあれは俺別にハラスメントやと思ってない。あ、思ってない、うん、高橋さんは俺はもうケツ触られて何しょんねんって、うんうん、ほんならセクハラやな。ちょっとね、トレンディの高橋さんのセクハラはもう普通に良くないよ。あのフォルムでマジのセクハラ。ここに来てセクハラ。ただので、トレンディたかしやばいって。ここにたかしよくないな。マイリカの坂本くんが俺を見て、あのこっち来いこっち来いって知ってる、袖の方に人影のないとこ行ってって腰振ってくる。だからそれは何？それ何腹それ。タチバック腹かな。いや、セク腹やろ。セク腹か。いや、まあタチバック腹。うわー、セク腹多いね。たまになんか走ってたらここめっちゃ痛なんねん。はい、あれ横っ腹か。横っ腹、腹あ、腹ちょっと待ってよ、誰が悪い。誰が悪かったの。あんま自分でこんなこと言ってないけど余裕で俺やな。ハラちゃんがユニバースの、うん、ユニバースのハラちゃんが川瀬に「やってもらえなよ」って言って、俺がマッサージうまいっつって、ああ、でそしたら川瀬「いや俺肩凝ってないからええねんやらん」って、「いややってみな、肩凝ってなくても気持ちいいから、いやだから肩凝ってないからやりたない」って、「いややってみたらそれでもやらへん言うてるよな」っていう、あの楽屋でなんとこ、うん、ユニバースハラ。ユニバースハラとするのそれむずっ。カワセがやばいんじゃん。でもハラスメント、ハラスメント、カワセの方ユニバースハラやから、うん、ユニバース、ユニバースハラちゃんが悪いみたいに感じるけど、はい、ユニバース、ユニバースハラ。何を言ってんの。ユニバースハラ、ハラはカタカナで、ハラちゃんかと思いきやカワセがってこと。ユニバースハラ、カワセ。もうええやろこれで。え、まだちょっとこれ次回こと、今度ちょっとまた、これちょっとまだ僕らはもう許しませんだから。スカハラ出てるって。スカハラ、疲れてるから終わらせようとする。巻きハラ、巻きハラ、巻きハラ、なんでな。巻きハラ、巻く、巻く。それ巻きハラめっちゃやるわ。巻きハラめっちゃやるやろ。巻きハラめっちゃやる。あれ演者に言われたら大変やな、スタッフさん巻こうとして。巻きハラやめて。まだまだありそうやから、うん、もっと皆さん変なことしてたら僕らがちゃんと追求します。徳永君大丈夫。あと気になってることない。たまにエピソード話もらえるんですけど、うん、
だいぶ盛られてるんで、森原ですね。森原、盛られてる？何が盛られてるんだよ。なんやろ、なんかユニバース原とか牧原とかさ、なんかいい感じのやつ出た後にさ、うん、森原ってちょっとなんか盛り下がるから、うん、書くのやめよう。あら、ただのパワハラ。ここに来てる。森原がどこか空気込みで。空気悪はないな。空気悪はもう何でもあるよ。空気悪はな。森原は徳永くん、いや、ナダル、はい、だのみ、うん、あめっちゃ盛られてんねん。あれやろ、コメントくんねやろ、アンチの。なんかそれがだるいやろ、YouTube の、はい、うん、それはなんとか腹になるんじゃないの、 YouTube のコメントのがあれが、うん、コメントハラスメントのがあれだけど、コメハラちゃう、うん、コメハラは良くないよ、ほんまに。あれもハラスメントちゃう。だからだって徳永くんは一般人やん、うん、テンション下がってんねん。西野の今のこのなんか詰めてくる感じな。え、今何腹？爪腹？爪腹ですね。なんか盛り下がってきた。森坂原。ということで、これほんまね、気ぃつけていきましょう。これ、まだまだ芸人いますか、はい、今ちょっとパッと思い出てくるんだけど、まだまだいます。だから、塚原、気ぃつけてください。それ、キキハラ、おたけさんといいですか、はい、チンチン掴んで、リオハラ、ヒザパンハラ、ユニバースハラ、スイコハラ、森ハラ、森坂原、マキハラ。何言ってんの、ずっと何言ってんの。森坂原やったからね。森坂原やったから。ちょっと皆さんもいろんなハラスメント気をつけてください。もう日常何でもありですからね。何でもありか、うん、何でもありで言われますから。うん、チンチンつかねえ、匂い払うめっちゃおもろいな。何やこのリズム。なんかリズム入れんな。はい、ということで、あらっしゃー。